はい、こんにちは、伊豆チャンネルです。今回はアメリカの大型ホームセンターローズに行ってきた様子をご紹介したいと思います。ローズは、全米で2番目に大きなホームセンターのチェーンなんですが、全米各州とカナダにも展開しているそうです。ちなみに、全米で最大はホームディポです、本当はね、ホームディポに動画撮りに行こうと思ったんですが、独立記念日の週末だったのですごい混んでたので、また今度行ってみたいと思います。印象としてホームディポの方がより本格的な DIY のパーツとかツールの品揃えが豊富で、ローズはペイントや照明器具などのインテリア関係、家電などの品揃えが豊富な気がします。はい、では中に入ってみましょう。入り口のところにサインがありまして、店内では6フィート約2メートル他の人と間隔を空けて買い物してくださいという注意書きがあります。今夏なので、こういう庭に置くテーブルとか椅子の家具とかがセールになってます。独立記念日は、バーベキューをする人が多いんですが、このバーベキューグリルも、結構安くなってました。日本のホットプレートぐらいの感覚で、一家に1台だいたいバーベキューグリルはあります。で、値段は本当にピンからキリまでありまして、高いものだと10万円以上するものから、安いものだともう持ち運びに便利な50ドルぐらいのものもあります。この青いやつは54ドルぐらいなんで、だいたい6000円ぐらいかな。で、こちらはアパートとかでもベランダでバーベキューできるところが結構多くて、みんなやってます。日本でね、洗濯物に匂いがつくというので、ご近所トラブルになったりするっていうのを聞いたことがあるんですが、こちらは洗濯物を外に干さないので、全部乾燥機なので、そういうトラブルはないです。これは燻製やるやつかな。はい、この辺りは芝刈り機とかのガーデニング関係の機械の部品とかのエリアです。もうこの辺になってくると、私もちょっと何が何だか分かんなくなってきます。チラチラとこういうなんかホンダとか日本のブランドも売ってて、ちょっと嬉しいですよね。はい、この辺はチェーンソーなんですけれども、こちらはね、庭の木とかも自分で切る人も多いので、家にチェーンソー持ってる人も結構います。はプレッシャーウォッシャーで水圧で家の壁とか洗うやつです。うちもこの間やりました。自分でやると結構大変です。この辺はお風呂の蛇口を売ってます。日本で何が恋しいって、追い炊き機能のついたお風呂で首まで使って温まるっていうのがなかなかこっちではできないので、それはすごく恋しいですね。こっちはキッチンの蛇口です。本当にね、種類がたくさんあります。アメリカ製のね、掃除機は結構大きくて重くって音がすごい。その割にあんまり吸引力がない気がするので、私はやっぱり日本製の軽くて使いやすい掃除機が一番好きです。こちらはね、日本みたいにお風呂に浸かる習慣があまりないので、シャワーブースだけのバスルームも結構多いです。これはキッチンのシンクです。家電も結構売ってます。で、こちらは洗濯機と乾燥機で、アメリカはもうみんな乾燥機を使うので2つセットで買う人が多いです。賃
帯のアパートとかだと部屋のユニットに乾燥機とか洗濯機がついてないところも結構多くて、その建物の中にコインランドリーがあったりとかします。こちらは、上から電子レンジ と調理器コンロっていうのかなと、下がオーブンです。あとトイレもいっぱい売ってます。こういうのも自分で設置する人も結構います。こんなにトイレ種類いっぱいあるんですけれども、洗浄トイレ、あのウォシュレットとかのああいうのは意外とあんまり普及してないみたいです。一応あるにはあるみたいなんですけども、こっちで買うとすごく高いみたいなんで、うちも日本から持ってきて自分たちでつけました。この辺はあのパイプ関連の部品なんかが売ってます。この辺は冷蔵庫なんですけども、こっちはこういう扉に水とか氷の製造機みたいなのがくっついてるタイプが結構人気です。はい、この辺は食洗機なんですけれども、日本のキッチンみたいにこう埋め込まれているタイプではなく、大きくてこういう独立したタイプが多いです。はい、この辺はキッチンのカウンターとか棚です。こういうのも自分で組み立てる人もいます。で、アメリカはなんでこんなに DIY する人が多いかっていうと、レイバーフィー、工賃がすごく高くて、それだったら自分でやった方がいいっていう人が多いみたいです。この辺りはキッチンのショールームみたいなエリアなんですけれども、あの DIY を自分でしたくないとかあんまり苦手っていう人は、あのお店で全部頼むこともできます。カウンターがありまして、コーディネーターの人といろいろ相談しながら、パーツとか素材とかあの色とか選びながら工事も全部手配してもらうこともできます。この辺りは照明器具、ランプとかなんですけれども、ホームセンターはだいたい傘とこの土台を別々に自分で好きなように組み合わせて買うことができます。この辺はシーリングファンですね。いろんなデザインがあるので見てるだけでも結構楽しいです。はい、この辺は水道管の部品とかです。はい、この列はあのコンセントとかあの電気のスイッチとかなんですけれども、すごいたくさん種類があります。これはお店のロゴが入ったバケツなんですけれども、ローズのカラーはこのネイビーの色で、ちなみにホームディポはオレンジです。この辺はあのフローリングの床ですね。床もいろんな素材とか色とかが選べるようになってます。この辺は本当の木なんですけれども、あのこういうビニールっていうのかな、シートになってる木目調のやつとかもあります。はい、これは巨大カーペットなんですけども、アメリカの家はあの階段とか廊下とかにベタっとあのカーペット敷いてる家が多いです。
この辺は、手すりとかあとモールディング、あの壁のとことかにする装飾みたいなやつとかの部品です。ドロップクロスといって、ペイントが他のところにつかないようにかぶせたり敷いておくプラスチックとかキャンバス地の布が売ってます。ここは剪定バサミと、あとブロワーって言って落ち葉とかを風で吹き飛ばすやつです。この辺は扇風機が売ってます。はい、またガーデンセンターの方に出てみました。この辺りもね、いろんな植木とか土とかガーデニングにまつわるグッズがいろいろ売ってます。今ね、みんな家にいることが多いので、ガーデニングとか家の改修工事とかやってる人結構多いです。なのでね、ホームセンターも結構普段より混んでるって聞きます。今日はね、ちょっと朝早く来たので割と空いてたんですけれども、週末とかお昼とか午後とかに行くとすごい人です。
ということで、アメリカのホームセンターご紹介しました。いかがでしたでしょうか。また他のホームセンターもねご紹介したいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。